わあ、こんなにたくさんの皆さんいらして、やっぱすごく幸せなんですね。で、さっき3ステージで紹介がありましたけれども、
私が京都産業大学グリークラブの面倒を初めて見たのが私39歳でした。昭和48年、47年かな。それから30数年間のみんな弟子たちなんです。それがすごく嬉しくてね。で、みんなやってるの、ありがとうございます。みんな弟子です。ですからもう今日のコンサートは自己満足でやろうと。でもお客様をすごく喜んでいただきましたでしょうか。ありがとうございます。いや本当に、コーラスをその前からずっとやっておりますので、もう合唱のことをやりだして50年過ぎるんですが、その間に仲間がたくさんたくさんできたっていうのは私にとって非常に幸せなことであります。で、今日もこうやってたくさんの仲間と一緒に演奏ができた。やつは今 何考えているかって、打ち上げでどれだけ飲もうかと、それしか考えていないと思いますが、まあいいお酒がきっと飲めるんじゃないかと、そう思います。それにしてもこの連中が一番頼りにしてたのが、私よりもむしろこの方です。ピアノの伊吹先生。新見徳秀さんの「トニガ」という曲があります。これを演奏いたします。これは実はもうみんなすごく思い出がある曲で、1週間前に亡くなった関谷先生にも振っていただきました。そういう思いを込めて「トニガ」を歌います。弾いてやってください。